どうも、マリです。またとんでもないものが我が家に届いてしまいました。そう、ゴキブリ1400匹です。どうしてこんなものが我が家に届くんでしょうか。そう、俺がヤフオクで注文したからです。1万1000円で、ゴキブリ1400匹を購入しました。爬虫類とかね、両生類とか我が家のペットの餌用でございます。うちでもね、結構ね、ゴキブリ増やしてたんですけども、それでもね、ちょっと消費が最近増えちゃって追いつかなくなって、だいぶ減ってきちゃいましたんでね、今回ね、新しくまた注文いたしました。それでは早速、開封していきましょう。ゴキブリが苦手な方は、まあ、多分この動画そもそも開かないと思うんですけども、もしね、開いてしまった方はね、この機会にこの動画を見て克服しましょう。ね、閲覧注意なんて言いませんよ。俺もね、最初はゴキブリは、まあ、苦手でしたよ。まあでもね、飼ってくうちに慣れちゃいましたんでね、皆さんもこうやって見てれば慣れると思います。ゴキブリが苦手で過ごすよりも、克服してね、ゴキブリが大丈夫になった方が、この先の人生生きやすいでしょ？はい。今回も丁寧にパッキングしてくれてますね。そう、いつもね、俺ヤフオクで同じ業者さんから買ってるんですよ。なんか、寺まゆりさんっていう方の梱包がすごく丁寧でね、すごい、生き物の状態もいいんで、いつもそこから買ってます。はい、こちらがゴキブリ1400匹。まあ、4パックあるんでね、だいたい1パック350匹いるっていう計算になるんですかね。多分ね、引き数は数えてないっぽいですね。この表にもね、125グラムプラスアルファとか書いてあるんで、グラムでだいたいの引き数を計算して送ってくれてるみたいですね。それじゃあ早速こちらのゴキブリたちを開封していきましょう。はい、1パック目です。絶対逃げないようにこのパックのね、すべての端をセロテープで留めてくれてるんですよね。はい、無理。白いのがね、何匹かいますね。これはね、アルビノとかではなくて、脱皮したてのゴキブリっていうだけです。大体の虫はね、脱皮したては色が薄くなりますからね。ゴキブリはまあ特に真っ白になりますけど。うぃ、こんな感じ。なかなかいい光景ですね。皆さんこれを見に来てると思いますからね。存分に見ていってください。では2パック目いきましょうか。うひょ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 、はい、3パック目。そろそろ地面がゴキブリで覆い尽くされてきましたね。ラスト4パック目。うわ、まあ、このレッドローチっていうゴキブリはね、基本のゴキブリとは違って壁登らないんでね、逃げられないんで、それがいいところですね。よし。はーい。これで全てです。あ、もう完全に床がゴキブリで埋め尽くされちゃいましたね。すごいっすね。うわー、すごい。すごいよ。すごいよ。うわー。ほら。ほら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 。みんなも、これが見たかったんだろ？知ってんだよ。ふり、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 ふり。すぐ登ってくるからね、これね。気をつけないとね。ゴキブリ ASMR です。
こんな音なかなか聞けないよ。一匹一匹が頑張って生きています。またね、こうやってずっとゴキブリ見てるだけもあれなんで、こいつらを我が家のペットたちに与えるところも見ていきましょう。ほら、ミヤコヒキガエルたち、大好きなゴキブリだよ。食べてる食べてる。うん、腕虫のケージです。捕らえて食べてますね。うまいね、捕らえるの。挑戦カマキリ。